はいどうも皆さんこんにちは、世界平和のジェット大輔です。11月3日に開催された入間航空祭、今年も行ってきました。はい、そして今回撮影したカメラはですね、 EOS1V そして EOS7S とどちらもフィルムカメラですが、使用したレンズがですね、じゃんじゃんと標準ズームレンズと望遠ズームレンズですね。こちらはね、以前レビューしました7300mm の結構いいレンズなんじゃないのって言ってたね、まあ割と安めなんだけど隠れるレンズじゃないかなっつってたね、7300mm ですけどもね。そしてこちらがですね、F4 投資の 24-70mmL レンズですね、標準ズームレンズですけどもね、この2本を使って撮影してきました。装着したボディはそれぞれですね、 EOS7S の方に 24-70 標準ズームレンズを主につけて使いました。まあフィルムのね、残りの枚数とかによってはこのレンズ付け替えたりとかして使いましたけどもね、 EOS1V のこちらの方に7300を主につけて、そして今回使用したフィルムはこちらです。ロモグラフィーの製品です。 ISO400 ですね。まあブルーインパルスとかね、空自の航空祭撮るのにね、 ISO400 もいらないんですよ。晴れてたらいらないんですよ。曇っててあまりにも曇天だったら ISO400 ぐらいの方がいいんだけど、晴れてたらね、 ISO100 でも全然ね、シャッタースピード1000超えるぐらい行くんですけども、まあ今回ねちょっとね、ロモグラフィーでぼやっとぼやっとって言ったら失礼だけどもね、トイカメラで使うようなこういうフィルムで間抜けな感じで撮りたかったの。ほのぼの、まあ悪く言えば間抜けな感じね。軍用機じゃないですか。軍用機だからどうもね、カリッパキってしてしまうとちょっと攻撃的になっちゃうなというのはね、これまでも感じてたんです。で、なんで今回フィルムだけで行っちゃったかっていうと、フィルムの方がね面白いかなと。もうね、デジカメで撮ってて、これまでもね普通にバンバン連写臆することなくできるでしょ。お金かかんないからさお金かかんないから、もうバリ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 連写してね、 AF だってピュンピュン来るからね、ハマっちゃうわけですよ。それはつまんないなと。今回全部ね、ロモグラフィーのフィルムを使ってるわけです。で、カメラの何村さんに持ってったわけですよ。そしたら何村の方が、これうちの現像機に通してみますか、ラボに送りますかっておっしゃってくださったんですよ。まあ僕は当然ラボ送りだとは思ってたんですが、もう今すぐできるんだったらね、もうそちらの現像機でピャピャーっとやっちゃってくれていいですと。で、富士フイルムのフォト CD の形にデータを焼いてもらいました。まあフル HD ぐらいの大きさだよ。そんな程度の解像度しかないので、今回拡大してみることはできません。 AF のフォーカスポイントがいっぱいはないんですよ、最近のカメラみたいに。 EOS7S なんかは7点だったかな、9点7点だったかな、のどれを選ぶかってなると構図そんなに作れないですわ。だからもう真ん中で当てていけと思って、後でトリミングすればいいやということでね、真ん中でボーンと持ってきました。これでまあ高解像度スキャン後でやって構図を作れば、ものになるかなと。まあ十分撮れますよ。フィルムカメラ難しいっておっしゃってる方いらっしゃいますけども、 EOS 最新の EOS っていうか最後のフィルムカメラの EOS だと、まあこれぐらいは楽勝なんですよね。いいなぁと思いますね。ロモのフィルムのね、ロモグラフィーフィルムの味も相まってね、非常にいいなぁと思いますね。僕一旦ね、会場のエプロンのところに入って友達と合流して、で喋ってる間にトイレ行きたくなって、もう時間間近なんだけど、ブルーインパルス飛ぶんだけど、でもトイレ行きてぇなと。この後ね、ブルーインパルスの演技終わってトイレに行けるまでって絶対2時間はかかるんで、終わってからね並んでって絶対2時間かかるんで、先トイレ行っとこうと思ってトイレに出たら、もう異常なぐらい今年は人がいましたね。で、みんな中に入らないんですよ。入り口の方で詰まっちゃって動けなくなって、中は空いてるんですよ、それなりに。あれね、電車でもそうですけどもね、
電車でもね、入り口の方に溜まっちゃって動かない人たちいるじゃないですか。人間の心理ってああなんですかね。本当ね、残念だったんですけど、あの会場には入れず、友達と再合流できずに、外側の方でまた入間ターミナルの方に戻って僕は撮影してましたけどもね。まあそれが功を奏したというか、まあ今回は建物があります。うん、だだ広いところに飛行機だけ飛んでるわけではない、建物があります。で、超望遠っていうほど望遠レンズは持ってってないんですよ。70-300mm ですからね。最大 300mm までしかいかない望遠レンズで撮ってます。だから何か建物とか入れてね、絵は作ってかないといけないわけですよね。あの会場の外の方がいろんなもの、基地内のいろんな建物とか入ってね、面白いことの方があるなぁと思いますけどもね。まあだから何年かおきにね、会場に入らずにね、外で撮ってたりするんですけどもね。で、ちょっと困ったのがね、 EOS 7S ってね、ファインダー視野率がちょっと狭いんですよ。 EOS キス並みに 90%-92% だったかな、縦横が。だからね、そこを考慮しないとね、ちょっと余計なもの入ってきちゃう可能性あるんだね。今回は電線とかがあったからね、そこビクビクしながら撮ってたね。今回はとにかくね、ゆるゆるなんですよ。ゆる戦闘機みたいな、うん、そんな気分で撮ってましたね。これはもうなんか飾っておきたいな、こういうの。ちゃんとスキャンしてみたいね、あとね。こういうゆるさだよね、ほんとゆるいよね。ゆるゆる大好きだな。でさ、やっぱりこのフィルムの流浄感とか見るとね、60年代の記録フィルム、60年代の米軍の記録フィルムみたいなものって、40年代から60年代ですね、そういった味に近いものがありますよね。ロモグラフィーのフィルムってこうなのかね、色がこんな風になっててね、もうノスタルジックな感じになっちゃってね、まあ、これがあれですよね、ロモグラフィーの味なんだろうけどもね、面白いよね。色たまらん、たまりません。興奮しますね、これはね。いい具合じゃないですかね。こういう写真が撮りたかったんだよね。こうなんだよ。いいじゃないですか、本当に。いや、僕はたまりませんね、これはね。このゆるさで撮れてしまう、これぞ今回目指したものですわ。ほんとよかった、フィルムにしてよかったし、ロモグラフィーを選んでよかった。ゆる戦ですよ、ゆるゆる戦闘機写真ですよ。ゆる戦、ブルーインパルスはね T2 ですからね、いや T4 ですからね、練習機なんですよね。ゆる戦とは言わないんですよね、厳密にはね。戦闘機といえば F2 と F15 ですからね。たまりませんね、これね。フィルムたまりませんね。これはぜひね、そのうちね、高解像度スキャンをねやってみたいなと思いますね。いやー、デジカメじゃなくてもやっぱ撮れるんですよね。白い高いレンズじゃなくても撮れるんですよね。たまらん、たまらん、このゆるさだよね。これ米軍の昔の記録映像みたいな流浄感がありますもんね。 F15 なんか特にね、もはや新しい戦闘機でも何でもないからね、このぐらいのザラザラで撮ってやるとね、ぽいですね、それっぽくなりますね。いやー、よかったなー、よかったなー、よかったこれ、よかった。はい、ありがとうございました。ということでね、もう誰得かといえば俺得ですよ。で、今回のベストこれです。どうですか、ね、ビャーンって猛スピードで2機の T4 がビャーンってこうクロスするんですよ。ものすごい間近でピャーンってクロスするんです。ピャーン、これね、デジカメでババ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 って連写して撮る人多いでしょうけどね、僕ね、これフィルムで一発で決めました。一発で決めましたよ。いかがですか。これができてしまうんですよ。できるんです。難なくではないけどもね。できます。
だからね、フィルムで撮った方が楽しいよ。デジカメだったらもう1000枚ぐらい僕は切っちゃうと思いますよ、航空祭一度で。それが、今回は115枚、まあ撮れ高としては結構いい方なんじゃないですかねと思いました。はい、というわけで皆さんもね、フィルム写真ぜひね、やってほしいな、やってほしいです。はい、それでは。